こんばんは、小林佳穂です。本日はローカーボ2日目なんですけど、まあわりかし意外にも元気でございます。なんですが、毎日食べ物のことしか考えられません。今日もお仕事から帰ってきて、プロテイン飲んで鶏の胸肉 100g 食べて終了。悲しい。でも今日タンスティック2本食べたらちょっと胃もたれしております。やばい、今日の動画40秒で終わる今日の動画何にも撮ってない、やばい。今日は朝から1日働いてたので有酸素もちょっとできなくって、なんで2駅前から歩いて帰ってきました。だいたいいつもオープンクローズで働くと体力なくなっちゃってトレーニングできないので、土日はオフにしてます。あの仕事が入った日はだから、オフなるべく作りたくないから、なるべく土日お休みもらってたんですけど、今回はちょっと土日両方とも仕事を入れてしまったので、今日だけオフにして、明日は仕事後トレーニングしようと思ってます。今日が意外とね、でも体力残ってて今日やった方が良かったかなとも思ったんですけど、今日は雨だし早く帰りたくて帰ってきました。そんな日もあります。減量末期でこれでいいのかな、あんまりよくわかんないですけど、まあオフも大事ってことで、超久しぶりのオフなんで、マジでトレーニングはそら当たり前か、減量末期なんで、はい。まあでもあのトレーニングはオフにしても、有酸素だけはオフにしないようにと思って、一応朝できなかった分を夜に回しました。今日はもうお風呂に入って寝ます。で、明日朝早く起きて有酸素して、朝のうちにトレーニングちょっと軽くサクッとやっちゃおうかな。明日は2分割とかになるかもです、トレーニングが。とりあえずやっぱり四頭筋、前ももですねのカットは血流を良くして出しておきたいので、やっぱりこうレッグエクステンション的なトレーニングは欠かさずやりたいなっていうのがあるので、あとはもうやっぱりポージング練習ですね。ポージング練習でマッスルコントロールの練習をするっていうのが一番かな。なんか減量始まってからめっちゃ肌の調子良かったのに、ここへ来て何これ、やだ、大会直前でこんなのに困る、なんだろうこれ、何ですかね。減量してからマジで肌に吹き出物できなくなったんですよ。顔に吹き出物が全くできなくなって、映像じゃあもうよくわかんないと思うんですけど、すっごい肌質もなんか良くなって、今までいかに悪い油取ってたかですよね。そりゃそうですよね、コンビニとポテチで生活してたんで、コンビニ食とポテチでほぼいいもん、たまにいいもん食べたなーって思ったとして、卵かけ納豆かけキムチかけシーチキンかけご飯みたいな、この全部のせがもう最高でね、減量開けたら絶対これは食べようと思ってるんですけど、この贅沢な全部のせご飯が最高です。ぜひ皆さんも一度お試しください。ここにあの韓国海苔のフレークとかねかけちゃったらもう最高なわけですよ。あーもう妄想が止まりません。今日もお酒好きな会員さんとね、あの今日はこれトレーニング終わったらもう何飲むんですかとかって言って、今日は気温は低いけどちょっと湿気がすごいあって蒸し暑いから、まあビールかな、ビール美味しいですよねみたいな、でちょっとビールってよりもさっぱりめのまあコーラとかそういうことしたライム絞って飲むようなねビールとかいいですよねみたいな、いやーお酒の進む話をしましてね、お酒が飲みたい、早くお酒が飲みたい、あと1週間でございます、あと1週間、いやー頑張ろう。1週間耐えたら美味しいスイーツも美味しいご飯も美味しいお酒も飲める、頑張ります。今日は差し入れに大阪でしか買えないみたらし団子っていうのをいただきまして、そちらをでもあの私が減量してるっていうのを知らない方が差し入れしてくれたので、ごめんねって言われたんですけど、いや全然、その気持ちがとっても嬉しいので、これワンチャン冷凍保存いけますかねっつって初めてみたらし団子を冷凍保存しました。1週間だけみたらしちゃんちょっと冷凍の方でお待ちください。1週間経ちましたら美味しくいただきますので、はい、お待ちください。ジューソっていうところにあるキアスさんかな
っていうお店の有名な俵型のみたらし団子だそうで、とっても美味しそうだったんでチラ見したんですけど、大阪に行ったら絶対に本店に行ってやろうと思います。待ってろよ、絶対行ってやるからな、というような意気込みで、本日無駄に元気でございますが、この辺で締めさせていただきたいと思います。なんだかんだ7分も喋っちゃった、まあ、カットします、ちゃんとカットします。7分はちょっと長いので、はい、では皆さんおやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。あと1週間頑張ります。